高木さん、えー、リメール兄弟についての非常にコンパクトかつ、えー、まとまった発表、ありがとうございました。えー、では続きまして、えー、脚本家の堤健介さんにお話をいただきます。堤さんお願いします。飲み過ぎたわけじゃない。はい、脚本家の堤です。お願いします。僕の方からは、映画史に関わりのある人たちからお話を伺っていきたいと 思います今回はですね映画の誕生ということでですねリュミエールに先駆けて映画をこうお客さんに見れるものとして先に発明した一人の人物発明王のトーマス・エジソンさんからお話を伺いたいと思いますでは早速ですがエジソンさんお願いします日本の皆さんこんにちは発明家 いや、発明王トーマス・エディソンです、えー。今日は私の発明した映画注文の話をちょっとさせてもらいます。私の発明したもんはキネトグラフっていうカメラとキネトスコープっていうスコープのぞいたら動く写真見れる箱型の映写機。これですね。コイン入れますやろ ほんなら箱の中でフィルムが回転してね、こう写真が動いて見える、まあそういう仕組みですわ。まあちょっと私の話しますけれども、えー、私は1841年2月17日、えー、アメリカ合衆国のオハイオ州というところでまあ生まれましたんや。まあ子供の頃はなんで1たす1が2になるねん。 言うようなことばっかり言うようなまあ周りから見たらまあ変わりもんやってまあよう言われてましたけれども,もうやっぱり物事が何でそうなんのかっていうことはまあ知りたくなるもんでっしゃろまあそれからねまあわしは昔から商売一期ありましてまあ12歳で自分で新聞作りましてまあ鉄道で売ったりとかまあそういうこともしてましたなほんでまあその頃なんですけど 走り始めた列車に無理やり飛び乗ろうとしたことがあるんですわ。そら危なかった。いや、気づいてくれた車掌さんが私の両耳つかんでですな、まあ、車内に引き上げてくれた。まあ、そういうことがあったわけですわ。その時ですね、バチッっていう音が聞こえて、それから耳が悪いなってしまったんですわ。まあ、みんな耳悪い言いますと、まあ、気の毒そうな顔をしますけど、いや、そんなことはあんまへん。 雑音気にせんと本を集中して読めるようになりましたんや。まあわしは近所の図書館の本全部読めましたで、ね。まあ全部言うたら多分嘘かもしれんけどな。<laughs> まあその中に科学の本なんかもまああったわけですね。まあわしは読んだことすぐ確かめたくなる性分でまあ、実験に没頭しましたな。まあこうして白熱電球、無線電信。 蓄音機が生み出されていったわけですこれ全部わしの発明やからな。知っときや。まあその数多くある発明の一つがキネトグラフとキネトスコープ中ゅうわけですわ。あれはわしが40代の前半ぐらいやったかな。まあ当時わしはフォノグラフ中う蓄音機の開発をし人もりしとりましたんや。 まあやっぱり耳のことがあるもんですから、まあ、どうしても音にこだわってしまうというところがまあ,あったんですな、まあ、最初うちに動く写真のアイディアを持ち込んできたのは、まあ、マイブリッジっていう男で、ねまあ走ってる馬の連続写真撮ったっていう、まあ、これがなかなかのできる男でね、まあ、そのマイブリッジがわしに蓄音機で耳で聞こえるもん記録できるんやったら目で見たもんも記録できるはずちゃうの。 ユータンですわこのアイディア聞いた時ピーンとくるもんありましたねピーンですわそこでですな助手のディクソンと、えー、その他のメンバーと、まあ、この装置の開発に取り掛かったわけですまあ当時世間ではまあ厳冬期マジックランタンというものがありましてまあこれは写真のフィルムに後ろから光を当てて それをレンズで拡大してスクリーンに映し出すっていう、えーまあ、そういうもんやったんですね。まあ、この仕組みを応用して、1枚ずつしか見られない写真のフィルムを、まあ、連続撮影したフィルムで見せることはできへんか。まあ、こう考えたわけです。まあ、写真にはフィルムがいりましたやろ。まあ、それで写真のフィルムメーカーの CODAC、まあ、これと協力しまして、 映画用のフィルムも開発しましたんや。これもわしの仕事です。ほんで、えっと、あれは1981年やったかな。まあ、およそ、もうこれはいけるぞと。まあ、目処が当たった段階で、まあ、この映画用フィルムの特許の申請をしましたんや。まあ、どこぞの馬の骨がわからんやつにアイデアのバッタもん出されると困りましたろ。 いや、あの頃はほんま大変でしたわ。まあわしは炭鉱の経営もしておりましたし、まあこれと映画の発明、同時進行ですまあわしも女子たちももう疲れ果てって、ヘロヘロでしたわ。まあそれでもね、なんやすごいもん作ってるんちゃうかな、ああいう手応えみたいなのはひしひしと感じてましたな。それでね、 まあこのキネットグラフ中カメラできたんですけどねこれがとにかく重たいもう置いたら置きっぱなしにするしかないとまあおまけに当時のフィルム注文は感度が悪かったからねまあきちんと光当たらなまあ何が映っとるのかわからんような白物でしたわこれがまあそこでわしはまた考えたんですわまあカメラ備えっぱなしで きちんと光当たる場所作ったらええんちゃうかよそこでや、ブラックマリアっちゅうでかい作成スタジオを建てましたんや。ブラックマリアですで。かっこええでしょろ。<laughs> そのスタジオっちゅうのは、まあこう開閉式の天井でしてね、もうパカッと晴れの日なんかは開いて光をもうバーッと取り込みますんや。 雨の日でも天井を閉じといたらキネトスコープ寝れまへんやろ。しかもね、このスタジオっ文ゅうもんが、おテントさんの動きに合わせて回転できるようになってますんや。まあだからッテントさんがある間ずっと撮影できますね。<laughs> 考えましたやろ。まあそうして完成したキネトスコープを身内に披露したんですわ。そしたらこれがまた好評で。 みんな順グりにスコープの中で動く写真面白がってこれ覗き込むんですね。あこれはいける。もうこれは金になる、まあ。私確信しましたね。もう忘れもしまへん。あれは1894年4月の14日ですわ。ニューヨークのブロードウェイで初めてキネットスコープを工業に出したんですわ。 まあメディアの宣伝もあって新しい物見たさに客がくるくるこれはもう深夜の一時になっても客足が途絶えへんほどや。もう早めに店閉めようもんなら警察呼ばなあかんぐらいでした。いやもう儲かった儲かったもう夢のようでしたわ。まあただね、動く写真の中身まあ同じもんやとこれは飽きられます。おまけに おもろないとこれはあげまへん。何撮るか、何見せるか、これは相当考えましたんや。まあ悲喜にしとったボードビルの芸人やら、ボクサーなんか、まあ絵になっておもろそうなもん、片っ端から撮りましたんや。まあそうやってお逆に見て楽しんで戻ってたんです。まあこの時期の映画は私の時代やったんですわ。 それをほんまあのフランスの何てゅうたかなリューミエールや。リューミエールのやつらがやりやがったんですわ。あのスクリーン方式の映写機。いっぺんに大勢のお客が映画注文を見れるようになってしまった。一人ずつ覗いて見るキネトスコープはあっちゅう間に時代遅れ言うわけや。いや、こればっかりは出し抜かれた思いましたわ。 いや、正直、アメリカの特許法はヨーロッパでも適用されるんやったら、真っ先に潰してましたな、あの兄弟。<laughs> まあ、というのは冗談ですね。<laughs> まあ、もちろん、まあ、あの兄弟にも見どころはあります。まあ、カメラを軽量化して持ち運べるようにしたこと。そんで、何より映画をスクリーンで上映できるようにしたこと。まあ、これは大きいですわ。まあ、悔しいけど、この世界初は私には達成できませんでした。